皆さんこんにちは、クニオです。本日は2月の10日ですね。4時もう半ぐらいですよ。2月10日、この後ノムさんの野村みなみちゃんのバースデーイベントを今から行こうと思ってるんですけど、ここでせっかくなんで拳ファクトリー、そして野村みなみについて、短くですけども お話しして、行こうと思います。なんでかというと、今日終わった後飲んじゃいそうだから、あげらんないのまずそうだからね。さあ行きましょう。野村さん、もちろんですけどハロプロ研修生、私はおねだりエンタメ、ハッピープレイでしたっけ、なんていうのを見ていて、まあ、そこで不思議な魅力、ね、不思議な魅力でいいでしょうの片鱗を体感し、でノムさんの10代の半ばみたいなところへの面白さを得て、最近の素敵なお姉さんへの扉を開けている、そんな瞬間を体感してきたような気がしています。ノムさん、今、ね、決断としてですけど、歌手を活動としてちょっと選ばないような雰囲気でございます。これはとっても残念。なんでかというと、今のノムさん歌すごくいい、声も出ます、そして、届けられるに十分な、なんていうんですか、音程もそうですけども、音楽を自分にこう引き寄せている、そういう表現力に満ち溢れています。拳ファクトリー、どういうふうに考えていいのかということになりますけれども、もともと8人編成で、2015年の僕の中で記憶ではやっぱり正月コンサートですかね、この辺から勢いを増していって、最終的に、まあまあ JK 忍者ガールをきっかけに8人編成というところが、まあ765というような、ね、雰囲気でございまして、今の僕の中では5人組の拳ファクトリーというのがクリアに、意味する拳ファクトリーであります。特に最初の頃かな、ラブソングが全然入らず、ともすればこの幼い子たちにセクシャルな歌を歌わせるハロプロというところががなり主体で、なんか女の子たちのちょっとやんちゃな部分というのをまるで、男の子に置き換えてもいけるような感じの強さもあり、躍進していた、そんなようなイメージが最初の頃でございます。曲も面白かったです。ヒャダインの曲も素晴らしかったし、あとカンさんの、ね、桜がフィーバーする方面の曲、ものすごくキャラクターもなんていうか人選というところですか、パートを生かしていて素晴らしかった。素晴らしい、まあ、そのエッセンスはそのままに、おそらくですけど2017年以降というところで、キャラクターチェンジを余儀なくされたのか、ちょっと女性方面というところ、年齢もタイミングもいろんなことでしょうね、というところで、少しソウルっぽい曲だったり、なんていうんですか、シティポップっぽい曲であったりとか、そういうの入ってきたような印象があります。まあ、特に、今日はちょっとノムさんでもうちょっと引っ張りたいんですけど、ノムさんに関してはやっぱりハロプロってエッグであったりキッズであったり研修生であったり、まあ、これ言い方変わってるだけって言ってもあんま間違いじゃないと思うんですけど、その辺の物語をしっかり背負って押していくスタイルの人、もちろんそうじゃない人ってもいるんですけど、このキッズ以降っていうのはここをずっと守ってる人っていうのが割とお強くなりがちなんですよね。飽きも早い人もいるんだけど、まあそれは置いときましょう。で、そういう人たちに愛されたのがやっぱりノムさんであったりハマちゃんであったりだったと思います。で、特にノムさんに関しては一番本人が分かっているかもしれませんけど、初期段階に和田彩香ちゃんに、もうお前話し方そのままだろうぐらいの、影響力を受けていて、なんていうか、そういう勉強熱心ってことですよ。そういうところも可愛さだったし、でそれをちょっと抜けて今野村みなみスタイルが確立されるタイミングみたいに思うから、
まあ、歌手野村みなみのファンとしてはすごく残念。まだ歌っても大丈夫。もちろんもちろん、何を俺は言ってるんだ、歌って大丈夫だよで、そういう歌手の野村さんを見たい。これがまあソロ、もしかしたらソロの歌唱という意味では見納めになってしまうのじゃないかなんていうのが今日なもんなので、ちょっと少しでもこれ残しておきたいと思って録画しております。野村さんの魅力、最初にも言いましたけれども、成長の過程とともにハロプロのエッセンスを含み現在に至り、そしてまだこれから成長の余地大量にある。で、今はとにかく声がすごく出てていいです。その辺なんかもし現場で見たいという人いれば、非常に参加が難関になっているのが今の拳現場になっていますけれども、ライブビューイングであったり放送もあるかとは思います、まあ、そちらの方3月になりますからね、今から少し映像を振り返ってみたり、作品アルバム2枚で間に合うんです。ラッキー、2枚で追いつける。ちょっと言い過ぎた。でも音楽というところで考えたら、そこで少し物語を終えるところもありますので、なかなかハロプロで解散というグループのタイミングに立ち会うこと、この20年ちょっとの中でも数が少なく希少です。そして今追って、このあといろんなハロのグループの好きな方々もいらっしゃると思うんですけれども、今追っておいて損なし、もうこれは間違いない。ダンス、声、まあ拳といったらアカペラですよね。え、これもぜひ聞いていただきたい。まあその拳特集みたいなのは近々、必ず動画でちょっと長編で作りますんで、そちらも楽しみにしてください。じゃあ今日はもうぼちぼち赤坂の方に行かないと、間に合わないってことなので、行ってきちゃおうと思います。じゃあまた明日かな、お会いしましょう。またね。